本日は街角博物館探訪、四日市市あがたが丘三丁目にありますコーヒーゆずにお邪魔しております。館長の内田みなみさんです。今日はよろしくお願いいたします。早速ですが店内入れていただいて非常にびっくりというか、いろんなレトロのものがたくさんあるのですけど、一体いつ頃からどなたがお集めになったものでしょう。私の父が小さい時からもう 3,40 年ぐらいかな、もっと経つかと思うんですけど、ずっと集めてきたものと、お店しだしてから集めたのと両方です。そのお店は何年に？お店は、今年の4月で2年目になります。ずいぶんというのいろんなジャンルのものがあると思うんですけど。そうですね、レコードとかおもちゃとか、あと小物類とかいろいろ、はい、昔から本当に好きで、家の一角をずっとこういうスペースを作って溜め込んでいて、お店しだしてからもあっちこっちに飾り出してっていう感じですね。こんなになかったんですけど、どんどん捨てるのもったいないし、売ってもお金ならないしっていうので、置いておいたら誰かが喜んでくれたりするので飾り出してだいぶ増えました、おかげさまで、はい。レコードなんか聞きたいというお客様にはかけて差し上げるんですか？はい、こちらの方でもお好きに聞いていただいたりして。なるほど、はい、しております。おもちゃとかもまたいろいろとちょっと懐かしいようなものがありますけど、思い出のものとか。そうですね、私はどっちかというと年代ではないんですけど、小さい時からあったので、同級生が知らないおもちゃとかは結構知ってたり、駄菓子だったりとか知ってますかね、こちらはなので、もう暖かくなってきてるので今はあんま使ってないんですけど、いつもお客さんからもらった薪を抱いて、はい、しております。こちらの方にも昔の駄菓子類とか、あと下にもお人形とか、この上のとこにもお人形がいろいろ飾ってあって、ちっちゃく説明書きもあるので、知らない人も分かりやすいかなと思います。はい、で好きに買ってっていただけます。はい、こちらは映画の版権で、父が小さい時から、映画が好きだったので、その当時まだ200円や350円で映画が見れた時代の版権です。なんか本当にあったかい雰囲気でよろしいですね。ありがとうございます。ゆっくりしていていただけるようなお店に。そうですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この博物館がこれからどうなってたらいいと思います？これからもっとたくさん増えて、あとちっちゃい、ね、この子とかは全然知らないものもたくさんあるので、ずっと残していきたいのと、もっと集めて楽しくしていきたいなと思ってます。例えばね、子どもさんの見学できるような喫茶店っていうと大人の社交場みたいに思うじゃないですか。子どもさんも来ていただけるような雰囲気だとよろしいですね。入り口のところにもちょっと駄菓子コーナーがあるので、もうちょっと充実させて、子どもとかも来てもらえたりすると楽しいかなと思います。隣の旦那様がすごいお写真が好きで、趣味で撮られてるものをうちのところにもちょっと飾らせていただいてまして、で今回は小鳥ですね、いろいろとお花の時もあれば景色の時もあれば、ここに飾っていただいて、結構お客さんにも好評なのですごく助かっています。ありがとう。今日はいろいろと楽しいものを見せていただきましてありがとうございました。入った瞬間に何か懐かしさと温かみを感じて、思わず笑顔になってしまいましたが、これからもこのお店がですね、お年のいった方にはなんか懐かしさを覚えて、また寄ってきていただけるように、若い子どもさんたちにも親しんでもらえるようなお店になってほしいなと思いました。本当にありがとうございました。